したときにそのロカバクテリアの数も減っちゃうんで、うんうん、そうするとね、あの大きい方のナナちゃん、ナナちゃんっていう方が、食べるあの食べ方が凄まじい。そうですね。でね、キリちゃんの方は、なんとなくそういう点ではね、上品かな。上品でしょ。そう。ね、上品さがあるんですよね。そうなんですよね。キリは品があるんですよね。うん、ナナは銀座の子なんですけど、あら銀座の子の割にはちょっとね、うん、食い意地が張ってるんですよね。もう本当にさっきこう餌あげたでしょ、あの時もまだここで見てたのね、もうすごい勢いで食べてるんですよ。そうですよね。透明しきれいな水に見えますけど、こんだけ汚れてるんですよね。こんなに汚れてるのね、すごいわ。すごいですよね。これも半分信じて持たないとね。こっちに溜めちゃいますね。そうそうそう、これ結構ね、30キロぐらいはあるのかな。最高の現地で、高いところから低いところでね。その代わりロカバクテリアは住みつきにくいんですよね。丸い形状だとゴツゴツした岩みたいなやつの方が、何かを求め、うつろな夢を追いかけてゆく。私もそんな仲間の一人、悲しいドラマ見ているように、惚れて揺れる心、燃えて消える命、愛に迷う旅路、女の定め、幸せだって喜びだって過ぎゆくけれど、また来るものよ。いつでも人は一つや二つ、思い出抱いて生きてるものよ。私もそんな仲間の一人、未練にすがり歩いているの。愛に揺れる心、咲いて枯れる命、涙せぼる旅路、女の定め。人生なんてアルバムのように、
しみじみ後で感じるものよ。